ターフォワードとして2得点を挙げ、ベスト16進出の原動力となった本田圭佑。ザックジャパンでも絶対的な存在として君臨、ワールドカップ出場を手繰り寄せた。今シーズンイタリアの名門ミランに移籍、世界と戦うため厳しい環境で己を磨き続けてきた。その眼差しが見据えているのはもちろんワールドカップ優勝。ワールドカップの目標から見て、いやもうそれは散々答えてるんで、ここで答える必要ないかなと。優勝という、まあまあそれはもう皆さん分かってると思う。本田選手、今日はチーム1位の走行距離でした。津波さん、そうですね、常にあの味方に対してパスコースを作るような動き、それディフェンスの時もね、一番最初にこう守備に入ってましたしね、そしていい運動量でしたね。そしてパスの本数も北澤さん、本田選手が1位だったようですね、はい、そうですね、いつも同じような形じゃなくて、なんかこうゲームの中で探りながらプレーしていたなっていう印象はありますね、今日はね、はいはい、さあ開幕まであと16日となりましたけども、津波さん、ズバリこれからの展望いかがですか。そうですね、まあ本当に準備、いい準備をして、はい、最高の状態に仕上げてね、日本を世界を驚かしてほしいですね。その準備はできていると考えてよろしいですか。いや、いい準備は始まってると思います。はい、さあそして北澤さん、はい、本大会向けて一言お願いいたします。いや、みんなでね、あの楽しんだワールドカップにしたい、行きたいですよね、はい、はい。さあそしてピッチサイドの手越さん、はい、本当に今日は1対0という勝利、内田選手のゴールもありましたね、はい、そうですね、もう友人として嬉しいというか、はい、やっぱりね、4年前の悔しい思いもしてますし、ね、怪我明けのこの1戦目っていうのは本人的にもすごく大切な一戦になると思いますので、そこでこの最高の形のゴールを挙げられたというのは、ここからね、16日後の本番ワールドカップが楽しみです ね。そして大久保選手に対する期待感もすごかったですからね、はい、そうですね、大久保選手もあの個人的にやり取りをさせていただきまして、俺が絶対得点を取ると強いね、気持ちでこの試合にも臨んでいたので、はい、まあでもこの先のね、さらなる可能性を感じるような、時間だったんじゃないでしょうかね。残りもう本大会まで16日と7時間となりましたが ね、楽しみです。はい、国内最終戦見事勝利しました。いよいよですね、あさってザックジャパンは日本を出発します、開幕までいよいよ16日、日本全員でザックジャパンを応援しましょう。よろしくお願いします。この放送は